So, weiter geht's. Warte mal, dahin? Ja, gut.1曲弾いてやろうか。あたいの新曲だぞ。に欠かせないのが情熱だ。おい、ぼーっとしてないでさっさと動け。ダメすがだほう。Ey, ich war noch nie. Ja.待て！またお前たちか。なんだよ。オイラたち、皇女殿下の進化だぞ。いいや、でたらめを言うな。皇女殿下が君たちのような小者を認めるはずがない。はあ？まったく、今の自分の発言に責任を持てますか？もう一度言うが、皇女殿下が君たちのような。何時は今、誰のことを小物と言った？皇女殿下に、オズ様！雄夜浄土の臣下たちにそのような無礼なことを言うとは、守衛の諸君はいささか礼儀に欠けているようですね。私が自ら選び抜いた臣下たちを軽んじるとはね。早々に立ち去りなさい。しかし、しかしではない。はフィッシュルにオズ、お前ら戻ってきてくれたのか。ひとまずそう思ってくれていいわ。お嬢様は元凶には向き合いたくないが、時間をかけてここまでたどり着いたからには皆様を見捨てるわけにはいかないとおっしゃっています。モナが言ってた通り、この元凶に向き合いたくないんだな。日記を誰かに覗かれてるような気分になるもんな。
浅はかね。もし私がたやすく流されるような人物だったら、こんな立派な夕夜浄土この世に存在していないわ。お嬢様はここには別の問題があるとおっしゃっています。問題？何かあったのでござるか？その話はまた後にするわ。まずは用事を済ませるわよ。さあ行こうぜ。本はもう目の前だ。ぼーっとすんなよ。Dann auf ins, ich glaube, letzte Buch. Es waren doch immer dreimal musste man rein, ne? Das geht aber irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Und jetzt haben wir Fischl dabei. Schade nur, dass sie nie das Outfit tragen, was man denen angezogen hat.本人も驚いているとおっしゃっています。Cool. Oh, ich liebe diese Rätsel. お城があるけど、なんだか形が不完全だな。フィッシュル。これってお前のか？うん、少し考えさせてちょうだい。お嬢様、その必要はありません。これはかつてお嬢様が悲しみのあまり手を滑らせて壊してしまった城のおもちゃかと。オズ、それを言わないで。今思い出したわ。私の城は2つの部分が欠けてしまったの。ってことはその欠けた2つの部分を探せばいいってことだな。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。この知恵と博愛に満ちたお言葉、まさにお嬢様が書かれたもの。この王国は Mann! もう慣れた。皇女殿下は再び歌い始める。雄夜浄土の聖歌を。Ja, ich glaube, die Elementarkunde bringt hier schon viel, weil man muss halt nur wirklich mit den Elementen arbeiten.行こう。
風を知れ。風の行く先を。ティバラを散らせ。Muss ich jetzt eine Plattform, also diesen Block hin? Snipe Duell. Den muss man jetzt durchs ganze Feld tragen. Oh, doch nicht. Man hat immer einen. Man schaltet damit immer eine neue frei.心配無用、風の赴くままに。Sehe nichts. Nein.
咲きなさい。Und was jetzt? Oh, was? Aber warum muss ich die so?神下が彼女を拝んだ。すると彼女は私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと告げた。Wir wollen noch nicht. Hier geht doch.
Los, Dark, beende Elden Ring. Jetzt. Vielleicht dahin, wo Gegner sind, ne? Hä, was?
よ。へっ。火花を散らせ。風を知れ。散らまく。石を拾って城と町を作り、山や海を開いた。紺碧に輝く我らが王国は小さくも近畿の楽土である。いい結末になりそうだな。Oh, schon wieder. So, ich war nicht der Kudasai. Das kann ich mir nicht der Arimasna. Zeit, die ich kurz nach Zeit und der Jokan gestern ist.あんちゃん、こんな調子でこれから先どうやって外を歩くつもりだよ。旅には体力と胆力、それから危機意識が必要でござる。体力と胆力が身についたら危機意識を高めるといいでござろう。皆さんのお言葉しかと胸に刻みます。でも今度こそ本当にお別れです。気づきましたか？空は晴れ、海面は穏やかで美しい姿を見せています。このような日を迎えるために私たちは長いこと待ち続けてきたのです。皆さんは私のようなうっかり者が役者になれるのかと疑問に思ったことでしょう。でも信じてください、
これは決して偶然手にしたわけではありません。ヨガラスは常に仕事を探しています。仕事、すなわち運命です。私たちは自分が果たすべき役割を見つけるため生まれてきました。あなたたちはまだご存じないかもしれませんが、聖国の栄章とは実は予言書なんです。予言書？あれってお前たちの聖典じゃないのか？ええ、そうです。数百年前、雄野浄土が不吉な気配に覆われた時、私たちの主は国を治めることに興味を失ったかのように何も行動を起こしませんでした。その後のことです。ある日、大書記官オズが姿を現しました。彼は聖典と心震わす予言をもたらしたのです。その予言は本に書いてあった通り、雄野浄土の真の幸せが何なのかを示すものでした。だから私たちはいずれ暗雲が消え去ると確信し、今もその日が訪れるのを心から待っているのです。救世主、皇女殿下よ。彼女はきっとここがどんなに幸せな場所だったかを思い出してくれます。彼女のためにも私たちは予言の通りに劇を捧げるつもりです。だから私は立ち上がり、勇士を演じることにしました。幾多の苦難を乗り越え、剣の山と火の海を渡り、彼女に私の真心を捧げるために。あなたは皇女殿下？ああ、さっきお前を助けるとき、なぜか後ろに隠れてたけど。我が臣下よ。汝の意志は蛇竜の手足を立つに足る強さである。今我は汝の祝福を受けよう。大変光栄に思います。汝はよくやった。騎士の美徳も備えている。さあ行け。準備をして劇の開幕を待つがよい。皇女殿下へと捧げる敬虔な心を私は誇りに思います。雄野浄土全土を覆う暗雲は皇女殿下率いる従者の私たちが必ずや晴らしましょう。ありがとうございます殿下、それに英雄たちも。それでは私はこれで失礼します。ああそうだ、もし必要でしたら、この先の扉の合言葉は英野の序曲です。覚えておいてください。おいら、わけがわからなくなってきた。何の芝居をやってたんだ？この場にいる者は誰一人として私の資源を理解できないのかしら。愚昧ね。お嬢様は皆様がバカであるとおっしゃっています。それは訳さなくてもわかります。それから誰がおバカなのかもよくわかりました。ふむ、皇女殿下が前に言っていた用事とはこのことでござるな。なら急ごうぜ、行こう。